私たちのチーム名は「岩国を輝かせたい」です。このチームのリーダーを務める梅です。私はこのプロジェクトを通して岩国を10年後輝かせれるように頑張りたいです。メンバーのみゆです。私はこのプロジェクトを通して岩国の魅力を生かし、10年後子供から大人までみんなから愛される街になってほしいと思っています。キーです。私はこのプロジェクトを通して岩国の良さをたくさんの人に知ってもらいたいです。エビちゃんです。私はこのプロジェクトを通して観光客を増やすために地元の特産品を生かした商品開発をしていきたいです。ハメです。私はこのプロジェクトを通して全ての世代の人が楽しめるような街にしたいと思っています。私たちのテーマは岩国は美味しいものがたくさんあるので、その特産品を使って商品開発をし、商店街に並べ、商店街も活性化させ、それを SNS にも発信し、若い世代でも広げれるように頑張りたいです。岩国を盛り上げるぞ。おー